はじめまして、ディアンヌ様。私はエリザベス。メリオダス様と共に旅をさせていただいているものです。団長と二人で？プラス、一匹な。へぇ、そうなんだ。そうそう、そんでさ。よっと。メリオダス様、ようやく好きな男と再会できたと思えば女連れなんて乙女心が傷ついたよ。でも言い訳があるならちゃんと言ってよ。ああ、いや、言い訳も何も。言い訳も言わない。団長のスケベ女ったらしい。メリオダス様、なんだあれ。